明治神宮に来ております。朝日曜日の朝9時過ぎです。本日は自分のビジネスマインドについてお話ししていきたいと思います。私はスナックのママをして29年やっております。人と人とをつなぐ数珠つなぎのようなお店作りをしていきたい。皆様が笑顔になっていただくため、また少しでも明日への活力となっていただけますように、そんなお店を提供していきたいと思っております。夜な夜な恋愛相談やお悩み相談を29年間1万人以上聞いてまいりました。私のスナック園ではただいま落語イベント、また私の挑戦なんですが、大イベント、スタッフ、お客様、お店四方をよしとしたイベント、ナイトクイーングランプリ夜の女王決定戦にチャレンジしております。この年で大イベントに参加できてとっても幸せです。ナイトクイーングランプリさん、ありがとうございます。どうかよろしくお願いいたします。今日はみんなで明治神宮に行ってきたいと思います。それではまた後で。結婚式ですか？ねえ、結婚式？うん、お嫁さんがほら、綺麗。あ、来る、通る、来る。結婚式やってる。なんて言ってたら。ちょうど花嫁さんが通ります。綺麗。すごいタイミングですね。ここまでだった。撮影がここまでだった。撮るのだとから。何番出たやつを引く。はい。16番です。16あった。番です。磨かずば玉の光はいでざらむ、人の心も各祖あるらし。後でゆっくり見たいと思います。木から汁が出るんだよ。きっと木の汁木の汁、わかんない。木のジェルだったよ、ジェルで。すごい。気持ちがいいです。あ、気持ちいい。明治神宮でパワーをいっぱいいただいてます。明治神宮でさっきタイミングよく結婚式も見ることができました。セミの声もして、と
会の中で出演はズバってます。気持ちがいいです。ヘリも飛んでます。お願いします。YouTube 講座ツアー、全国から明治神宮に集合しました。パワーみなぎる場所でエネルギーをしっかり受け取りました。またこれから夜の部に突入します。